陽海地線は、滋賀県東大海市の陽海地駅と、滋賀県大海八幡市の大見八幡駅までを結ぶ、大海鉄道の鉄道路線である。大海盆地の二つの都市間を結ぶ大海鉄道の主力路線となっている。2013年3月16日から、万葉赤根線の愛称が付けられている。1930年から1948年までは、新妖怪地から、 陸軍飛行場付近のみその駅までの路線が伸びていた。同区間は、新大海地駅大菓市中野駅間で、大見鉄道本線を築区により超えていた。ワンマン運転を行っている。1987年のワンマン化で、平田駅大見八幡駅間の区間運転列車が廃止されて、以来、途中駅での折り返し列車は設定されていない。 八日地駅大見八幡駅間折り返し運転の、ほか本線の前原駅方面発着の列車、大見八幡駅発で、清川駅方面へ直通する列車もある。平日朝7時台の下り大見八幡方面は1時間あたり4本、その他の時間帯、方面は、最大毎時3本の列車が運行されている。日中から終電までの時間帯は、 毎時に往復の運行となっている。一部の時間帯を除き、八日地駅で本線の双方向の列車、大見八幡駅で、琵琶湖線の新快速と接続している。これらの列車は、ほとんどが各駅停車であるが、平日朝に快速列車が上り八日地駅のみ設定されている。1998年3月30日に、 八日地駅大見八幡駅間ノンストップの改速が新設された。2013年3月16日のダイヤ改正で一旦廃止されたが、2016年3月26日改正で平日に上り一本のみ復活した。2020年3月14日のダイヤ改正で無災駅が停車駅に加わった。なお、2020年3月改正現在のダイヤでは、 八海地駅での本線列車との接続は考慮されておらず、後続の普通列車を利用しても、同じ列車に乗り換えることになる。加茂郡の主要都市である八幡町と、神崎郡の八海地町を結ぶべく1911年5月に、川端朝吉他7名により、湖南鉄道が出願されたが、すでに八怪市に路線を開通させていた大見鉄道も、対向上湖南鉄道と、 同ルートの路線を出願してきた。鉄道員は、大見鉄道の出願を却下して、先岸の湖南鉄道に対し免許状をカ付した。免許を得た湖南鉄道は、期間 762mm で路線を建設しようとしたが、国有鉄道や大見鉄道との連絡輸送の必要から期間 1067mm に変更したため、建設資金が当初よりも増大し、 資金不足に陥った。その後、地元五ヶ所出身の藤井善介を社長に迎え、出資を受け、1913年になり新八和田駅、8日市口駅間を開業させることができた。その後、滋賀に進出しつつあった京阪資本に対抗するため、1927年に、大津電車軌道と太鼓機線が合併して発足した、琵琶湖鉄道機線に、 コ南鉄道も合併する。しかし、1929年に、ビワコ鉄道規線が、京阪電気鉄道に合併された際、京阪は、離れ、小島の旧、コ南鉄道には興味を示さなかった。こうして、旧、コ南鉄道線は、藤井の設立した8日、市鉄道に譲渡され、やがて戦時企業統合政策により、1944年に、大見鉄道に合併された。 駅名は、廃止時点のもの。河合寺駅、三園駅手前までの廃線跡は、歩行者、自転車専用道で、道沿いには、大見鉄道洋会地営業所がある。専門家による、廃止区間のツアーが、東大見市観光協会主催で、積極的に開催されてきた。AB テラダ一、回転審判データブック日本の施設から、 猫パブリッシング大見鉄道線四4区間の線区愛称の命名について大見鉄道2014年10月27日閲覧トワイライトゾマニュアル語辻押し消えた飛行場線182から183ページ猫パブリッシング1996年寺田雄一データブック日本の私鉄猫パブリッシング2002年 P242 トピックフォト 鉄道ピクトリアル第918巻、電気車研究会、2016年、92ページ。2020年3月14日、ダイヤ改正について大見鉄道、http://www.ohmiteudo.co.jp t スラッシュファイルスラッシュレールウェイ2020ダイヤ改正、pdf2020 年3月6日閲覧。 大津市人物名館藤井は、大津電車機動社長、太古汽船監査役でありびわ子鉄道汽船社長に就任した。AB、大見鉄道コレクションブック10ページ最も、会社成立の経緯から見られるように、合併比率の点で、合併交渉は難航し、結局は、妖怪地鉄道が押し切られることとなった。大見鉄道コレクションブック10から11ページ。 京弁鉄道免許場下付、官報1911年10月3日、日本全国諸外社役員6。第21回、京弁鉄道運輸開始、官報1914年1月10日、カルビン鉄道停車場一並停車場名変更、官報1919年4月16日、カルビン鉄道停車場名、解消、官報1919年7月10日、 鉄道免許上下布、官報1924年8月1日。鉄道統計資料。昭和2年、鉄道統計資料。昭和4年、地方鉄道運輸開始。官報1930年10月20日 AB。鉄道免許執行。官報1935年6月18日。鉄道省監督局、地方鉄道、軌道移動表。 電気協会雑誌、第229号、日本電気協会、1941年1月、付録3ページ。辻、よしき、今こそ、大見鉄道、鉄道ダイヤ情報特集2005年10月号、交通新聞社鉄道フォトライター辻よしきと行く、軍との配線後巡り妖怪地線こだわり旅、東大見市観光協会主催東大見市広報誌。 東大東海2017年7月1日号より、軍との敗線後巡り妖怪地線こだわり旅、参加者募集鉄道ファン RAILF.jp、2017年4月22日。ありがとうございます。